はい、どうもみなさん、プロスプリッツ。今回はね、このアモンガース、どう見ようだってアモンガースにアモンガースですって公式が表明したアモンガースを実況していこうと思うんだけど、無料になったからね、これが。この音楽いいよね、このデーンってやつが、テーマパークみたいな、いい感じの雰囲気を感じてる。このゲームは、まあ普通はオンラインプレイで、宇宙船が舞台で、乗組員と偽物の乗組員がいて、まあそれかプレイヤーが乗組員と偽物乗組員になって、それでそのそれぞれの陣営で勝利条件があって、まあ乗組員は目的を達成したら勝ち、偽物乗組員は乗組員全員殺したら勝ちっていうゲームで、まあ本当はオンラインなんだけど普通は、まあただね、まあ今からオンラインやっても多分うまくできないんで、ちょっと気になることがあってね、これ一人用のものなんだけど、フリープレイっていう、と気になるけど、割とめんどくさいから、他の人やってないと思うんだけど。いや、まぁ、こっちはね、まぁ、インポスター役のやつは、いいんだよ。この一人プレイモードを、まぁ、終わらせるのや、まぁ、インポスターだと楽なんだよね。こうやって、1、2、3、4、5って、まぁ、全員殺すわけだから、まぁ、これで終わると、まぁ、普通は、オンラインだと、インポスターが勝利するんだけど、まぁ、今回は全員蘇生すると。まあこれで、インポスターは終わりなんだけど、まあだけどね、まあ普通のクルーだと、なんかこのさ、タスクをさ、実行したら終わるはずなんだけど、やったら終わらなかったんだよね。これは、なんか何も表示じゃなくて。だけど、これ緊急会議ってやつがやると、あの一番追放したいっていう票が多かったやつ追放できるんだよ。まあ、楽しみやるけど、まあ本来はこれね、クルーがインポスターを追放するためにやる会議なんだけど、まあ、適当なやつに投票して、そうすると、まあ、こうなるんだよ。で、追放できるんだよ、本当は。だけど、結構ね、だからもう完全にランダムでやってるから、こんな感じで投票数が被るんだよ。そうすると、まあ、誰も追放されないと。まあなんか相当めんどくさいんだけど、これ。これを誰もいなくなるまで続けたら、一体何が起こるのかっていう。まあそれをね、実験していこうと思います。はい、2回目。刺すと誰かを追放したいんだよな。いやこれね、一応なんか撃ってるんだけどね、特に撃っても何も起こらないよって、もう早速全員投票したいからね。そうそう、多分、投票する前に見たとしても何も起こらないんだろうけど。はい、また倒す。よし、つい残り数半分終わった。これはいけえだろ。よし、青が追放。あ、でも自分にもやっぱ投票されるんだな。あ、さや、次1対1だけど、どうなるんだ。研究範囲開けないんだけど。まあ、そうだね。だって2人だけやったら、それ絶対どっちかと誰かってわけだ。分かってるわけじゃん。そうなの、あれもう。対バンでさ、もう追放するしかない。そうそう、インポスター0人だからって誰を強…ちょっと待って、それさ、会議の後にさ、インポスターは0人だったって寝てんのにさ、どんどん乗組員を追放する意味は何なんだ一体。意味ねえだろそれ。もともと意味のない争いをしてたわけだ。で、やっとそういう意味がなかったっていうことに気づいて、2人は和解したわけだ。2人だけで生き残ろうとしてるわけだ。いい話だ。あれ、ちょっとまた入り直してね。あ、これね、さっきは普通にクルーでやったんだよ。だからクルーでやったから、緊急会議何の意味もなかったんだけど、インポスターでやったら一応この緊急会議意味あるから。それで、まあ、最後まで俺が残れば、インポスター1対クルー1っていう状況が生まれるわけだよ。そうなった時に何が起こるか、また違ったことが起きるかもしれない。お、自分が追放された初めてだこれ。え、どうなるんだこれ。こうやって自分が追放されて、あ、インポスターだとこうなるんだな。インポスター陣営が死亡すると通常はクルー陣営が死亡。ああ、なるほど。まあ、だからこのフリープレイヤーで終わってると全員阻止するんだな。でもトスク終了させても何も起きなかったんだよな。死亡した、死亡後もサボタージは可能だ。え、インポスターって死亡した後もサボタージ可能なの？どういうこと？死んでんじゃねえの、お前。
え、死亡した後もサボタージュは可能なの？何それ、音量、こいつ音量になって、何、宇宙船の中に自爆弾になるのこいつ、やば。さっきは一発でできたけど、なかなかクルー1とインポスター1の状況がつくね。よし、やるぞ、あと1人だ、あと1人追放すれば終わる。来い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 、頼むぞ頼むぞ、よっしゃー、やったな。さーて、これどうなのかな、どうだったんだ、さっきよく見れんかったけど、さっきちゃんと連打してたせいで、あ、クルー陣営の敗北が決まる、通常やインポスター陣営が勝利します、フリープレイでは全員、あー、なるほどね、そういうことか。あ、クルー1とインポスター1など、まあキルとか追放するとは関係なしに絶対インポスターの勝利になるのが、そういうことね。へえ、なんで、いやでもさ、クルーってインポスターだよ、インポスターってさ、ただにさ紛れ込んだ偽物の乗組員じゃん、ただの人でしょ、クルーとインポスターだとどちらが強いか分からなくない。ああでもそうか、こんな浅い人殺せるやつには勝てんか。これさ、自分がクルーの状態で追放されたらどうなるのかな。さっきはさ、インポスターだったからもうゲームがクルーの勝ちで勝手にして終わったけど、自分がクルーの場合どうなんだろう。これ自分が追放されることを狙うんだったら自分に投票した方がいいな。というか自分に投票するって単にドライブだな、ドライブの方じゃねえと、自分から宇宙に追放されることを選ぶんだから。自殺行為、4人投票だった、4人投票したぞ今。それこれどうなのか、インポスターじゃない状態で投票されるとどうなのか、これマジで幽霊になった。え、こうなるんだ。まあこれはまあ普通にプレイしちゃったらこれを見ることはあるんだよな、まあ、え、この状態でもタスクできるの、あ、かぶりきできるよ、すげえ面白い。え、宇宙レーター、宇宙レーター、面白い。これこの宇宙船どういう形してんだろうな。あー、こういう感じなのか。え、なにここかっこいい。あー、そうだ、これシールレールだな、ここ。ここでシール貼るのかな。すげえかっこいい、これ。あ、さっきさ、インポスターの時はさ、死んでも幽霊にはなかったじゃん。あ、死んだっていうので入っちゃったけど。でもさ、そんじゃあのさ、幽霊だった状態でインポスター入れたらどうなるのかな。これ幽霊になって、なんでこの状態でインポスターでやるとどうなる？ああ、そういうことで、ね、そうか、インポスター陣営が、ああ、そういうことで、ね、なほらほ、はいはいはい、ああ、そうか、もう幽霊状態でインポスターが死んでるってことになるからこうなるのか、なるほどね。なんでインポスター幽霊になんないんだろうね。あれかな、やっぱりプロの殺人家だから体が強いから死んでも体を動かせるぜみたいな、そういう感じなのか。いや、むちゃくちゃやな、意味がわからん。これよく考えたらさ、インポスターになって残り人数を3人まで殺して早朝で緊急会議開けば、あ、そうでもまあ自分がインポスターからクルーに戻ってね、そうすればさ全員いなくなるってこともあり得ると思うんだよ、ね、どうだ、残りで3人でさ、回9回だよ。追放できるでしょ。はい、まあ早速2人になる。さあ、こっからは未知の領域、2人の状態で緊急会議切れることはないか、あれまだどうなるんだこれ。あっ、来た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 、奇跡的に。いや、普通さ2人で会議やったらさ1対1で投票して引き分けが続くと思ったけど、ユーリがスキップしてくれた。え、これで人数が俺1人になる。え、は、意味が分からん。え、あ、スキップとその誰かに投票したのが1人ずつで同じってこと？え？そういうこと？あ、え？未来自分に投票したんだけど、え？
ということはこれは、あ、ついに一人だった。自分一人だった。え、それで、え、これやばいやばい。え、神展開だよこれ。え、な、できるんだこれ、全員追放。え、そして、そして宇宙スーパーして旅行された自分はたった一人で宇宙の闇へと身を葬ることを選んだのであった。あー、バッドエンドだ。え、どうなんのこれ、どうなんのこれ。誰もいなかったよ宇宙船に。あー、こうなるんだ。え、クルージー兵の敗北、インポスター一人もいないのにクルージー兵敗北しちゃったの。何に敗北したのお前は。え、なんでインポスター陣営勝利してんの、お前何もやってないじゃん。というわけでね、はい、宇宙船から誰もいなくなると、何でか知らんけどインポスター陣営が勝利するということが分かったところで、はい、というわけで今回はこれ、浦上さん、またこれ。